普段、うん、今日なんだっけ今日は、私とゆかとあーちゃんは、うん、あ、私だけか私ゆかはスカートで、二人はパンツですね、うんうん、パンパン、ポッパンというか、ショーパンというか、はい、うん、長いズボンもでも履きますね、うん、普通によく履くね、うん、パフュームはね、足なんですよね毎回言ってくださってますよね本人を目の前に言うのがまたいいですね、これね、やっぱりね、その、パフュームの足の良さは、はい、まじまじと語られても恥ずかしいよね、ちょっとね、女性としてのセクシーな、あの女性としての足の美しさとプラスそこに、うんうん、アスリート的美しさもそこ存在してるんですよ。そう、やっぱ常に踊ってたりとかすることによって鍛えられているその筋肉っていう、うん、そっちばっかりに触れてるわけじゃなくて、そういうこうアスリート的美しさも兼ね備えた足だから僕は好きなんですよ。パフュームの足で、東京ドームのあれを見たんだな、うん、はい、ドキュメントをね、はい、見て、東京ドームなんて巨大な空間で何が表現できるか、もちろん指先までこうやってこう表現しなきゃいけないんだけど、でもやっぱり見てて思ったのは、やっぱ足がいいなと思って、足のパフォーマンスがやっぱ 目にやっぱ一番大きいですよ。大きいじゃないですか、体の中で。うん、動く場所ね。で、こう引き目で、こう引き絵で見た時も、やっぱパフェムの動きっていうのは、やっぱ足に特徴が。はあ、俺が喋る番組じゃないんですよ。いや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 。いや、めっちゃ嬉しいです。嬉しい。見てもらってて。足いいんですよ。多分、最近になって気がついたんですけど、うん、靴、うん、お揃いの靴を履くと、うん、より揃って見えるっていうことに気がついて、うん、それまではなんか、それぞれの足に合ったバラバラの靴で踊っていて、うん、あ、そうなんだ、はい、東京ドームからお揃いの靴を履くようになったんですけど、ヒールだよね、はい、はい、それが多分すごく良くて、いや、良かった、うん、はい、でしかもさ、赤だったりしたわけよ、そのなんか裏が、あ、そう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 、それがまたこういうの良くて、へえ、よかった、確かに、これ私もあれ見ましたけど、確かに、つい足を見ちゃうね。そうなんですよ。特に我々の世代っていうのは、やっぱり女性の下半身をすごく見るようになるんですよ。まあまあそうね。いや、嘘じゃないよ。だってその魅力っていうのはさ、別にさ、そのね、爽やかさだけじゃダメなんですよ、やっぱり。ね、多少セクシャリティがなきゃダメなんですよ、やっぱり。それをこう、やっぱ、バフェムも、ね、そうそう、バフェムもだんだんやっぱこう22ぐらいになってきて、だんだんこう女性の色化というものが、自然と滲み出てくるわけですよ。足から。足からですか、やっぱり。そうですよ。大変素晴らしいことです。正常進化でございます。